My way takes away.
こんなとどです。ごめんなさい。今日なんか吹いたな。ちょっとなんか吹いたんですけど、ブー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 言ってすいません。これ長谷川で昨日買ってみました。600円だったのなんか税込みで587円にしてくれました。どういうことかな。今日はプレミア。こんにちは。こんばんは。どうぞどうぞ。まだ始まってませんから。いや始まりましたなかったことっていうことですか。今日はプレミアムフライデーということで、ここの一番館のプレミアムフライデーのイベントに初めて呼んでいただきましてありがとうございます。プレミアムフライデーっていうのは全国的なんですね。そうなんですよ。全国的なここだけじゃないんですけどね、なかなか3時では仕事は今日終わった方もおられないとは思いますけれどもね、3時ではなかなか終わりません。当然は7時前のほり一番館はカズちゃんが一番館をし始めてから13年目だそうです。で13年前から私も初めから足しげく通い続けて、もう何言うかんちゃんいくつから始めたのか。そんなことは聞きません。高橋からカズちゃんちょっとなんか記憶がおかしくなってるみたいです。おかしいな。ほんでもてほんでほんでもてですね、今日皆さん気軽にもう席もこんなままですし、いつもので私はそれちょっとパツパツになってますよ。パツパツになってます。気軽な感じで曲の途中でもたくさんお酒を飲んでください。ご自分のお金で携帯電話の電源も切らなくていいです。もし電話が鳴ったら雪神が小さな音で出てきます。私はそのまま大きな声で歌います。もう早速曲の入れ替わっちゃったんですね。今一番館の話をしたので一番館の歌を歌おうと思ったんですよ。なのに曲が変わっちゃったんですね。
寂しい、そして悲しい、いっそ優しい、セレナーデ、甘い口づけ、お客さんに言ってて、まさかオタクがびっくりするわ。なかなかの演出やね。わざと仕事の目やっちゃった。笑うとる笑うとる失礼なやっちゃう。すみません、皆さん。さすがよね。この通り、雪神さんは風は読めるんですけどね、空気が読めるんです。今度こそ、さっき一番歌の歌を歌おうと思って、いきなりイッソセレナーデになったので、イッソセレナーデの時にはそれはそれで私は皆さん、ごめんくださいか言おうと思ったのね、あんまり喋りたくないから、なんか引いてしまうのかな。次の曲はまあな、カズちゃんの歌だから一番練習したんよ。いや、それがですね、昔がもう一番練習したんよ。しました。はい、始めます。
とにかく盛るな。もう一回言うたら、もう一回聞いてくれたってよろしいが、うん、素晴らしい面白いやらせよ。もうなんか練習の時がもう喧嘩腰で2月の頭にお話をいただいたんですけど、なんか気が合わなくてこうだ、いやそれは違う、ああだ、それは違う、そしてお互いに間違えたところを練習の途中でもああそんなこんなで皆さんすいませんこらえてください次何でしたっけね。このブルースあ、はい、私のオリジナルで、ちょっと胸がウエットなブルースよっていう、ブルースじゃない曲ですThank you.
いつか二人で慣れ
頼まれたら断ってね。いつでも私がここにいることだけどうぞ忘れないで。きっとあたしのため残しておいてね。最後の踊りだけは胸に抱かれて踊る。ラストダンス、ラストダンス、忘れないで。私にでした。なんか明るい曲どうだよ。なんかシーンとしてる。いやそう。そん次もまた暗い。大丈夫、生温かく見守ってるか。生温かい眼差しをありがとう。あと生ぬるい味とかもお待ちしております。よろしくお願いします。今度はジョージア歌います。Thank you.
やいやいや、もうちょっと冷やして。私も後で皆さんに追いついて追い越すぐらい飲むぞ。
ここでちょっとお休みね。ビールもワインもウイスキーも焼酎も、日本酒もあります、ありますよ。本当に飲んでください。最後、オリジナルのビールのシャワーを聞いていただきましたが、お酒ついでに、ウイスキーがお好きでしょうか。
Thank you.
葉からこぼれ落ちていった幸せに似たようなものたち焦る気持ちも空回りばかりでたどり着いた崖やり目を開かされ見えてきたものは人の言葉の裏と表と自分の歩く道まだまだやれるたらまた何か掴めばいい。だってだって人生はずっとずっといつだって旅の途中。右も左も見えずに突っ走ったこともあった誰かで傷つけてきたこともあった自分は正しくて未来は開けていて怖いものなどなかった天に向かって唾を吐けば自分に戻ってくるだけI was falling, it's almost like me.
てんな。ギター、私のオリジナルです。そうなんです。アミーゴには悪い思い出があるんですよ、ね。ある日この歌をやった時にキーが違う。そしてとっても高いところから出たので、私はこんなところで歌ってたら途中で歌えなくなったんですね。歌えるとは思わなかったけど発射してしまったんですね。そしてとうとう言ってしまいました。ゆきごさん歌えんわ。そんなことがありました。今日はなるだけ忘れることにしたんです、はい、ストーンですか。ストーンですらしいんですけど、じゃあ元気に元気にあのアミーゴ友達の歌です。肩を叩いて背中を押して泣いてる顔を覗き込んで
伝えてご飯に誘ってもりもり食べよう。お酒も飲みたい浴びない程度に何時間かして笑い上手に戻ったらあさり家に帰るよ。詳しいことは言わずに聞かずに何気にそばにいて逆の日が来れば私が落ち込んで無口になったり逆にハイテンションではしゃぎすぎたり自分でもドキドキ頭を抱えてしまう。そんな時も来てくれた感謝をしてるよ。とてもとてもとても口じゃ言えないくらいだから言わないけどいてもらわなくちゃ大いに困る。そんなところがあたしの本音よ。詳しいこと幻。
夢見てさあ
Happiness for you.
Thank you.